第20章、挫折の痛み。ソフィア、ユキ、トマスは新たな発端に向かって進む中で、挫折という痛みも経験しました。ソフィアは新しい哲学のプロジェクトで壁にぶつかり、自分のアイデアに疑念を抱きました。ユキはアートの制作中に創作意欲を喪失し、トマスはテクノロジーのプロジェクトで予想外の問題に直面しました。第21章。 挫折からの学び挫折を経験した3人は、その痛みから学びました。ソフィアは新たな視点を見つけ、自分のアイデアを再評価しました。ユキは創造的なブロックを克服し、新たなアートスタイルを生み出しました。トマスは問題を解決し、プロジェクトを改良しました。挫折は彼らに新たな洞察と成長の機会を提供しました。第22章。 挫折からの再出発。挫折を受け入れた後、ソフィア、ユキ、トマスは再び立ち上がりました。ソフィアは新たなアプローチを模索し、哲学の研究を進めました。ユキは新たなインスピレーションを見つけ、アートの世界で新たな成功を収めました。トマスは技術的な問題を解決し、プロジェクトを改善しました。第23章、挫折の意味。 挫折を経験することで、ソフィア、雪、トマスは自己啓発と成長の機会を乱しました。挫折は私たちに自己評価を見直し、新たなアプローチを試みる勇気を与えることができることを示しています。それは人生の中で避けられないものであり、成功への道に立ちはだかる障害ではなく、むしろ新たな始まりへのステップであることを物語は示唆しています。第24章 転換点の到来ソフィア、ユキ、トマスはそれぞれの人生で転換点を迎えました。ソフィアは新たな哲学的アイデアを発展させ、それが彼女の研究に革命をもたらす可能性があることに気づきました。ユキはアートの世界で新たなスタイルに挑戦し、才能を新しい高みに押し上げました。トマスはテクノロジーの分野で大胆な新プロジェクトに取り組み、 技術の未来に新たな道を切り開こうとしました。第25章、転換点の意味。転換点を迎えた3人は、その意味について深く考えました。彼らはこれまでの経験と学びを活かし、新しい方向に進む覚悟をしました。転換点は人生の中で新たな始まりであり、自己啓発と成長の機会を提供することができることを彼らは理解しました。 第26章、転換点のステップ。ソフィア、ユキ、トマスは転換点をステップとして受け入れ、それぞれの夢と目標に向かって進みました。ソフィアは新たな哲学的アイデアを発表し、他の研究者との共同研究を始めました。ユキは新たなアートプロジェクトに取り組み、芸術の世界に革命をもたらしました。トマスは新プロジェクトを成功に導き、 テクノロジーの未来を変える一翼を担いました。第27章、転換点の結果。転換点を乗り越えた結果、ソフィア、雪、トマスは新たな成功を収め、自己啓発と成長を達成しました。彼らは自分自身との対話を深め、自分の夢を実現するための覚悟を持ちました。転換点は彼らに新たな可能性を開き、 人生の中で新たな章を切り開く力を与えました。第28章、新しい出会い。ソフィア、ユキ、トマスはそれぞれの転換点を迎えた後、新しい登場人物と出会う機会を持ちました。ソフィアは新しい哲学的なプロジェクトの一環として、世界中から異なるバックグラウンドを持つ研究者たちと協力しました。ユキはアートイベントで他のアーティストたちと出会い、 新たなアイデアを共有しました。トマスはテクノロジーのコンファレンスで先進的なエンジニアたちと新たな協力関係を築きました。第29章、新しい視点。新しい登場人物との出会いは、ソフィア、雪、トマスに新しい視点をもたらしました。彼らの新しい仲間は異なる視点、文化、アイデアを持っており、 それが彼らの自己啓発と成長に寄与しました。ソフィアは異なる哲学・的アプローチを学び、ユキは新しいアートスタイルを探求し、トマスはテクノロジーの未来について新たな洞察を得ました。第30章、新しい共鳴。新しい登場人物との共鳴が物語を進化させました。ソフィア、ユキ。 トマスは新しい友情と共同プロジェクトを通じて新しいアイデアを探求し、新たな成果を生み出しました。彼らの新しい仲間は、彼らの夢を共有し、成長を助ける重要な役割を果たしました。第31章、未知の国への旅。主人公はウクライナへの旅に臨みました。ウクライナの美しい風景、歴史的な都市、そして温かい人々に出会いました。 彼はウクライナの文化に触れ、新たな友情を築くことができました。この国の美しさと複雑さに魅了されながら、彼は新しい視点と洞察を得ました。第32章、ウクライナの歴史。主人公はウクライナの歴史にも興味を持ちました。彼はウクライナの過去の詳細を学び、国の複雑な歴史を理解しました。ウクライナの人々は長い間、 自己決定権と国の独立を追求してきました。その歴史は主人公に新たな洞察と共感をもたらしました。第33章、友情と絆。主人公はウクライナで新しい友情を築きました。彼はウクライナの人々と共に時間を過ごし、彼らの日常生活を共有しました。その中で、彼は友情と絆の力を再認識しました。 言葉や文化の違いがあっても、人々との共感は強力で、国境を越えた友情は実現可能であることを学びました。第34章、帰国と影響。ウクライナからの帰国後、主人公は変わりました。彼は新しい視点と洞察を持ち、ウクライナの経験が彼の人生に深い影響を与えたことを感じました。彼はウクライナの人々との友情を大切にし、 国際的な共感と理解の大切さを広める使命を感じました。第35章、戦局の悪化。物語は主人公が戦争の現実と向き合う瞬間から始まります。戦局は次第に悪化し、平和の望みは遠のいていきました。主人公は戦争に巻き込まれ、身の安全が脅かされました。彼は家族や友人との別れを経験し、 戦争の恐怖が彼の心に深く刻まれました。第36章、勇気と団結。主人公は戦争の中で勇気を見せ、他の兵士たちと団結しました。彼らは共通の目標に向かって協力し、互いに支え合いました。戦争の状況が彼らに過酷な試練を課す一方で、友情と連帯の力が彼らを支えました。第37章、 喪失と希望戦争の中で、主人公は喪失と犠牲を経験しました。友人や仲間の兵士たちが亡くなり、彼らの喪失は彼の心に深い傷を残しました。しかし、主人公は希望を捨てませんでした。彼は平和への願いを胸に秘め、戦争の終結を信じ続けました。第38章、戦争の終結。 長い戦争が終わりを迎えました主人公と他の兵士たちは帰還し家族や友人と再会しました戦争の結果国は多くの犠牲を払いましたが平和が訪れたことで新たな希望が生まれました主人公は戦争の体験から学び平和と協力の大切さを伝える使命を持つようになりました